ありがとうございます。ちょうどこちらの方で講演を考えましたときに、いろいろとその根性のことで、クラシックの根性でいろいろ問題になっているということもありまして、で何をしゃべろうかなと思ったときに、やはりこのクラシック根性ということについて問題点を提起する方が、よりベターかなと思いまして、このようなタイトルで。それで、まずプラスチックの根性という手前にですね、プラスチックとは何かなということについて少しお話ししたいと思います。ここにプラスチックというのはですね、こういう石油、元は石油なんですね。で、石油でもそこにありますように、ガス、いろいろと重油からですね、ガソリンまでいろいろと沸点の違いによりまして、比較的低沸点のナプサというものを原料として、作られております。で、ここにありますようにプラスチックというのはいろんな形に加工できる柔らかいというような、もともとそういう意味がありまして、いろいろと成形できるということですね。で、このナプサというのはさらに、いろいろとその沸点の違いによって、エキレンとかプロピレンとかブタジエン、ベンデン、トゲン、キシレンという化学的に性質の違うものに分けれることができる。で、それを原料としていろいろと、いろんなプラスチックが作られております。で、いずれにしましても、石油が原料で、それを、さらに熱で分解していろんなものを作って、それを原料にするというようなものですね。そこでこのいろいろとそのどんなものがあるかと言いましたら、もう皆さんご存知のように、もう多種類のものにプラスチック使われております。まずこう食べ物の容器とか食品のトレイとか、あるいは食品袋とかラップ、それからこういう練り製品のチューブ、果物のネットとか弁当容器、それから液体食品の容器とかマヨネーズ、ミネラルウォーターの容器、納豆の容器、卵のパックですね。これも身近によく見られると思います。さらに、こういう薬品の容器ですね。それからこういうボールかフライパンの取っ手とか、この洗浄用のスポンジです。それからああいうカゴ、それから風呂の椅子、洗面器というタンクとか歯ブラシ、おもちゃ、時計、テニスとか、こういう紙おむつというようなことですね。我々の生活に密着しています。さらにこういう文房具製品も、靴から家電、そして CD とか DVD ですね。それから家具から自動車、それからこういう床とか壁材、それからビニールから大きいものと船舶ですね。もちろん飛行機も入ってきます。それから田植え用のこういう育苗機といいますか、それから漁網で、こういうことを見ましたら、ありとあらゆるものが、こういうプラスチックで我々の周りにいろいろと使えて、こういうようなものです。で、このプラスチックを作るということになりましたら、いくつかの作り方があるわけです。で、一つはタイヤタイプというように、圧縮成形と書いておりますけれども、こういう金型を作って、そこに、プラスチックの原料を入れて、熱を加えてするということで、お椀とか皿とかキャップとかトレイとかおもちゃというのは、こういう、金型の中に原料を入れて熱をかけて成形するということですね。もう一つはそばタイプということで、こういうようにぐるぐると伸ばしながら、厚くしたロールで、原料を薄く伸ばして成形するということでは、こういうシート、フィルム、こういうものはそんな形で作られます。それからもう一つ、その次は肉のミンチタイプということで、この原料を干し出しながらですね、成形していくということでは、こういうホースとかチューブはこんな形で作られます。それからこのシャボン玉タイプというのでは、
こういうあのここで作ったそのチューブを膨らませて、いろんなものを作っていく。でポリ袋とか薄いフィルム、こういうものはこんな形で作られます。それからもう一つはその注射器タイプというので、射出成形というのがございます。ああいうところからあの溶かしたそういう電動をこういう金型の方に彫り込んでいって作るということで、ここら辺にありますように、バケツとか鉢とかプラモデル、こういうようなですね。最後こちらの方来ましたら、まあ、あのよくペットボトルで使われる方ですけども、こういうあのペットボトルの原料をこう入れて、そこにこう広げて、そこに空気を入れて、そして形作るという行為ですね。それからもう一つ発泡スチロールということで、いろいろと魚とかに入っているものですけども、もともとこういうあの小さなビーズを作って、そこにあのガスを出るような原料も組み込んだ、そういうもので少し加熱して、まあ、ちょっと体積を増やして、そういうものを入れた後に熱をかけてパッと発泡させ、100倍ぐらいに体積を増やすという、まあ、こんなタイプでいろいろ作られてきています。でところがこのプラスチックというのはあのこのいろんな種類がありますね。であのここにありますように、最近あのプラスチックの種類についてはそれであの表示しなさいということで、いろいろと PET、まあ、例えばポリエチレンテレフタロールというと PET というようなものがついておりまして、まあ、ここら辺でいろいろとあのこうありますので、まあ、こういうものがあればこういう種類の樹脂だというようなことでしていただきましたら、でその中でまあいくつかですね、あのこういう塩化ビニルというのがあって、これはまあ代用資金でも非常に問題になりましたけど、こういう塩素の入っているこういうようなあのプラスチックなんでですね、特にあのその大オキシンのような塩素の入っている化合物ができやすいというようなこともしきりに言われておりましたものですけれども、まあ、非常に塩素が入ると燃えにくい、丈夫になる、こういうあのいい性質もありますけれども、一度燃やすと少しですね、いろんなもの原因になってくる。その中では身近に使っているのはこう電線コードですね、こういうところに、まあ、よく使われております。でもう一つはあのこういうポリカーボネートというので、あのこういうなんですかね、あのいわゆる環境ホルモンということで、特にあのこういうものからあの、まあ、ポリカーボネートのその未反応っていうんですかね、そういうものがいわゆる女性ホルモンのような作用をするということでは非常に問題になったものですけども、まあ、上等なちゃんとした熱を超えれば問題ないんですけども、やはり中国から来たりしますと、それがあの、まあ、あのほとんどその一部が反応してない。でこれほとんどがあのプラスチックというのは特にあのいわゆる合成といってプラスチックの原料になるものは、先ほど言いましたように、石油の小さな分子なんですね。それをずっと連ねて長い分子にするわけです。とかその短い分子というのは大体発がん性を帯びたりするわけです。で例えばあの塩化ビニルのものは、その手前は塩化ビニルモノマーといって一つ の, あのこう原料のことを言う。これは特に発がん性が強いと呼ばれたりして、まあ、もともとそういう原料になっていくといろいろとですね、もうだからそれをきっちりと反応して、その樹脂として成形されたらいいんですけども、やはりあの100円ショップとか安いところ行くとですね、そこまではちゃんとできないというのが、まあ、一番端的なのはですね、あのプラスチックの場合に、こういうあの何ですか、石油が、まあ、入れるこういうあの、プラスチックの容器があります。であの昔から我々あのそういうので水を入れてですね溜めておきますと、必ず開けていただいたら匂いがするわけです。それであのウニの孵化実験といって卵をウニで孵化させるときにですね、あの必ずそのまま使うと死んでしまうわけです。
で大体3ヶ月ぐらい入れ替えるとですね、やっと死ななくなるということですね。でそういう匂いがするというのは反応してないものがあるということですね。それが非常に毒性を発揮してくると。でそれが安ければ安いほどそういう可能性が強いと、こういうように思っていただければ、とにかく匂いをする、一回匂いを嗅いでみる。でそれが強ければそんだけですね、体に有毒なものは、そういうことでよくあのキャンプとかですね、こういうところでよく売られてますよね。でそれで一回見つけてその匂いを嗅いでいただければよく分かると。何も匂いしなかったら安全ですけども、結構匂いする、何回も何回もですね、そういうあの過疎剤を流していくということが大事だと思います。それからそのプラスチックでできておりますこういうものには、やはりあのその原料そのものだけではできないんです。実はここに書いているように、ものすごいいろんなものを入れないとプラスチックはうまくいきません。例えば一番あの過疎剤といってですね、あの柔軟性を加味するということで、これは特にまあいろいろ問題、フタル酸エッセルという言葉はよく聞かれると思いますけれども、まあ、そういうような、少し赤ちゃんに対して有毒だというふうに指摘されている、こういうようなものを入れないとダメなんですね。まあ、こういう過疎剤、活剤といってやはり字の通りに金属の表面と離れやすくするということですね。まあ、あの今食パンでも流動パラフィンというようなことで、まあ、いろいろと引いてですね、まあ、離れやすくする、こういうあの普通の食、まあ、パンでもそんなものを使うわけですけどね、活剤で。で端掛け剤といって、これまあ大きくする分子を大きくする、こういうもの。それから酸化防止剤、まあ、これで言うの通り、まあ、酸化されないようにする。でプラスチックは皆さん分かりますように、あの酸化というのが一番きついわけです。例えば極端なことを言いますと、外に置いておきます、1年経ってボロボロになりますよね。これは空気中の酸素で酸化されて結果していきます。それから G もですね、塗装も消えていきます、これも酸化されるわけですね。こういうことで、どんどん酸化されるとまずいということで、それを酸化しないようにする、こんなものを入れないといけない。それから紫外線吸収剤、これもですね、紫外線というのは踏むと劣化が進みますから、まあ、こういうものをあの止めるとかですね、あるいは充填剤、強化剤、それから補強剤というのはこれも後ほど言いますけれども、こういうような、まあ、あの特に強度を強くするとか、まあ、電気的なあのそういうような性質を、まあ、あのよくするとか、まあ、こういういろんな意味でありですから。それからカップリング剤というのは無機のものという機のものがあります。そんなものをこううまくつけていく、あるいは静電気を止めないようにするとか、それからまあここの難燃剤、耐熱剤というのはこれが非常に問題になっておりまして、臭素の化合物とかですね、昔は塩素のものとかテレビとかですね、そういうとこ燃えたら困りますから、そういうものを臭素のついたものを今作っているわけですけれども、これがテレビをつけてたら臭素の入ったダイオキンが出てくるとかですね、こんなことで今問題になっております。で熱安定剤というのは、まあ、熱がかかるとそのむやむやにならないようなこんなものも入っております。それからその他に先ほど発泡剤ですね、発泡ウレタンとか取る時に入れるものとか、それから高分子系改善剤ということで、こういうあの対衝撃性とかそういうものをよくすると。それから表面に処理剤といって光沢を持たすようなものを入れたりですね、それから不耕剤といってゴムの特有な臭い匂いをなくすようなもの、あるいは防カビ剤ですね、シロアリ、こういうようなあの防カビシロアリ、こういうようなあのものも入ってます。それからあの金属をあのその金属害を防止するということで、重金属の酸化劣化の防止というようなものも入れたり、防ドン剤というのにこもり止めるですね、こういうものをいろいろと入ってます。でその中でちょっと問題しておりますのは、全て書いてないんですけども、今特にあのそのこういうようないろんなあのものの中で金属の入っているものが結構あるわけです。であのそこだけを抜き書きしておりますけども、例えば活剤というとこになると金属石鹸類というのを入れますね。
そこにはセアリン酸の鉛、カドミウム、亜鉛、あるいはバリウム、こういうものの、まあ、こんな種類のものもあるということですね。それから紫外線吸収剤といったら、こういうニッケルの入った化合物ですね。それからカップリング剤というのはチタンの入ったもの、それから難燃剤とか耐熱剤という中ではこの無機物、これが三酸化アンチモンとかメタモン酸バリウム、こういうようなものですね。でその他にもこういう無機物として、まあ、リン酸エッセルとかそこら辺が、まあ、中素化ビフェノール A というのを使って環境ホルモンでねなったものとか、そんなのは含まれてます。今ちょっと、まあ、金属だけ注目していただいて、それから熱安定剤といいますのはこういう無機塩として計算鉛ですね、こういうもので、複合金属石鹸としてカドミとかあるいはバリウム亜鉛、こういうようなもの、それから発泡剤としてもここにありますようにバリウムとかこういう入っているものですね。それから防カビ剤の中ではこういう水銀化合物もありまして、まあ、こういういろいろと金属、有害な金属が入っているものが含まれます。それで特に9番目の方は充填剤で、まあ、普通にプラスチックを強化するという中で、まあ、これ結構種類が多くてですね、機械的な特性を持っているという中では、こういうゴムとか金属繊維、それから電気的な特性を持たせるというところではこういう銅、カルミ、ニッケル、それからこの電気特性でフライト、レアメタル、それから熱的な性質ということではこのモリブデンとかアンチモンとか入った化合物ですね、がこれを決める。それからこういう加工性を良くするということで、クレードがカオリンという、まあ、こういう金属を含んだ粘土みたいなものですけども、でその他として金属を含まれると、こういうようにですね、充填剤という、まあ、その18種類の中の9番目が充填剤ですけども、その充填剤といってもいろんな種類がありまして、まあ、こういうかなり金属のいろんなものを含んでいます。それでこの毒性については後ほど述べるようにいたしますので、こういう、まあ、プラスチックにはいろいろと特に色になってきましたら、こういうプラスチック用の無機顔料というのがあります。でそこに赤で括弧しているところを見ていただくとですね、非常に有害な金属でちょっとこう印をつけております。SB っていうのはアンチモンですね、それから CR がクロム、それとこの NY というのはニッケルですね。でこういうようなものがだいたいいろんな色のところに使われているという、こういうようなもちろん他にも鉄とか亜鉛とかこういうものもありますけども、特にまあ毒性の関係だとちょっと埋めていくのはこういう、まあ、赤く作ったところを埋めていきたいと思います。でこういうようなプラスチックの顔料、もちろん無機顔料、有機顔料もありますけども、こういうようなもので有害な金属を含んでいるものが非常に多いということです。それで、少し燃焼ということについて述べていきます。で燃焼はここに書いてますように非常にスピードが速くなっている、そういう熱化学反応で、普通は10度上がるとですね反応の速度が2倍上がるというんですね。20度上がると4倍、こういうようにですね30度上がると8倍というようなことになってきますから、その800度900度というとどのぐらいのスピードになっているかということは、まあ、計算していただいて分かると思うんですけども、非常にこう 0.0 何秒あればですね反応が十分いく、こういうのが超高速の熱反応をします。それで例えばこれ昔やったことですけども、パラドールといって洋服 の、 まあ、虫除け剤ですね、こういうものを加熱しました。で2分間加熱して、まあ、こういうもともとのパラドールというのはここではですね
したときにですね、こういうふうに質量分析でいろいろやってみましたら、ここでは21個こういういろんなものが見つかっておりまして、なんでこんないろんなものが出てくるかということなんですね。この中にはもちろんこういうようなダイオキシンです22というようなことがあります。で実際にはこういうものをこれは表で出ておりますけど、これを精密に分析ではここにまた100何種類あるわけです。で大体これ表だったものだけどもこういうもの出てきまして、加熱するともちろんそのもの同士が反応します。あるいは塩素が外れてまたひっついたりして、でまたできたものが分解したりします。これを繰り返すわけです。そうすると人間が予想できないものがいっぱいできてくる。でこういうものを高速でいくわけですから、だいたい一つのものを燃やすということになってきましたら、すぐにですね10万種類のものが出てくる。でいろんなものを燃やすと原料がいろいろありますから、そしたら、数百万種類ぐらいは簡単にできてしまう。ところが実際にはそんなを分析すると大変なので、その一部だけが分析されているということですね。でそんな中でよくありますのは、ダイオキシンはどんなものからできるかというわけです。そうすると一番初めにこっちのタバコって書いてますね。タバコで、タバコからまさかダイオキシンだと思うわけですけども、タバコの中にその塩素、この食塩というのはこのゴミの中にどこでもあるわけです。で黄色の中にもですね、我々の体の中にも肉の中にもありますから、この塩素というのはどこでもある。でそんなものがタバコをこうしますと、こんな塩素のついた化合物からこのいわゆるこんなベンゼン環という六角形のですね、これが一番安定な物質に変わるわけです。でこれができるとこっちのダイオキシンの、原料になるわけですけどね。でこういうように他見てみますとですね、リグニンというのは木材の油状のものですね。それからセルロースというのはこういう紙類ですね、こんな感じね。それからポリエンカビニールというような先ほど言いましたプラスチック、あるいはこちらに来ると石油コークスですね。で、こちらの方で石炭、それからこんなポリエステレンとかこういうポリエンカビニールのプラスチックですね。こういう、いわゆるいろんなものを燃やしてもこういうことからダイオキシンが出てくるというような、こういう反応自体はこういうことになっています。それでその中でですね、我々こう遺伝に実験した中ではですね、いろいろ、小さな焼却炉を作って燃やしました。燃やした時にですね、ここにありますようにコピー用紙だけ燃やすとか枯葉剤あるいは杉剤とか真剣剤をそれぞれ燃やしたわけです。そうした時に、ここの灰が杉に出ていくのと灰の中に出ていくダイオキシンのものですけども、ちょっと少ないのもありますけども大体このぐらいのものです。ところがですね、こういう混合して燃やした時の中で、ここではいろんな雑誌を燃やしてますね。で、それから紙類と繊維類で塩素の入ってないプラスチック、これもそんな変わらないですね。でその時にここのところに塩素系のプラスチックを入れました。そうすると結構増えますね。でそこに電気のコードを入れました。で電気のコードというのは銅がありますから、これが金属が触媒になるわけです。そうすると急にですね、こんなようになりますね。ということでダイオキシンというのはこういう、もちろんこういうプラスチックのことにさらにこの金属が入る、これが非常に問題となってくるということですね。こういう有機物と塩素と金属、こういうものによって合成が非常に起こりやすいというようなことになるわけですね。でところがゴミ焼却場でですね、
まあ、規制のあるものはいくつしかないんですけども、今までこう、まあ、いろんな外国でも日本でも発表されているものがいくつかありましてですね、まあ、今赤くついているところの 1,2,3 というのは大黄蜃類と言われるもので、今こういうものは測られているわけですね。焼却用で測られております。で、4番目の塩化ナフタレンというのは測ってないんですね。測ってないんですけども、まあ、世界的にはこう大黄蜃と似たような性質から規制をしていこうというようなものになっておるわけです。それから塩化フェノール塩化ベンゼンというのは大黄蜃の前駆物質といいまして、これも金属性があるんですけれども、まあ、こういうものは大量にできます。それからもちろんこの PCB ですね。それからシウ素の入った大黄蜃類、それからシウ素と塩素の入った大黄蜃類、これはまあ今測定の対象にはなっておりません、ね、それからここの多環芳香毒炭化水素類、これもまた後ほど言いますけれども、便前環のついた。で、例えばこれは何種類ありますかというと、これで大体200種類ぐらいあるわけです。で、ここら辺となってくると大体10万種類あると、こういうものですね。まあ、言葉で一つ書いておりますけれども、まあ、いろんな異性体があります。それから塩素のついた多環芳香毒炭化水素ということですね。それからこうメチル基のついたもの、これも毒性が強くなります。それからこのニトロってついてますけれども、こういうものになってくると特に発がん性がですね、めちゃめちゃ強くなるという。それからその他にポリ塩化チオヘンというような大黄蜃類に似たものが、その他フタル酸類とかアルカン類塩とかとこういういろんなものがこうやって出てきます。で、これもほんの一部なんですね。これもまあそのゴミの排ガスから見つけられた一部なんです。で、まだまだその多いんですけれども、なかなかそれやってると一生やっても一つの排ガスで終わらないというようなね、分析って難しいところがあります。で、例えばこれはですね、この産業廃棄物焼却炉の煙の中で、調べられたの。ちょっとややこしいに書いてますけれども。今問題になってきますのは、この大黄蜃というここをですね、こういうようなここも一部ですから、この3つぐらいは大黄蜃です。ここの横のところは10倍ずつですね、濃度が違うわけです、ね、そうしましたら、ここが塩化フェノールというのですね、これに比べて1つ2つですから、まあ、数百倍ぐらい多いという分かりますね。で、この塩化ベンゼンというのもこうやってはるかに、それ以外にここら辺は多環芳香毒炭化水素に塩素といったこんなものも出てるというようなことでこう言われておりますね。まあ、こういうものも一つのデータですけども、大黄蜃以外のものもたくさん出てますよと、こういう話で、ここのところに来ましたら、これはガス化溶融炉の排ガスで、何を言いたかったかといいますとですね、この大黄蜃類と、それから芳香毒炭化水素というようなものなんですけども、多環芳香毒炭化水素というものがありまして、で、これは自動車の排ガスからも出ているもので、非常に発がん性が強い物質だと言われるんですね。で、一応ここの毒性等量という、まあ、この人自身の分析はここで出ておりますので、大体その300倍ぐらいすれば毒性等量でない濃度に変えることができるんですね。毒性等量というのは毒性が何倍あるかと、だけどもいろんな成分ですから元の濃度に戻す300倍ぐらいすれば元の濃度に変わるわけです。で、ただこことここをよく見てください。大黄蜃類は合計してバグフィルターの入り口で390、ここでは ナノメーター、1立方メーター390ナノメーター出てるんですね。で、ここの多環芳香毒炭化水素は5095度ですね。
でこれがバグフィルターを出口に出て煙突に来た時に内容値が 0.294 ナノメートル、高む方向毒はほとんど取れたんですね。まあ、これ用の対策はしてないので、まあ、2548、だから8600倍ぐらい虚偽から出てる、こういうことなんですね。ダイオキシンに対してですね、量的にはこう、まあ、こういう一つの株とってもそういうことになって、なかなかこれ全てのものを、まあ、ここは比較的効率よく取れたとしても、まあ、390が 0.29、 かなり取れてますよね。ところが5000が2000というか半分しか取れてないということで、全てのものがバグフィルターで取れるわけではないわけですね。でこれはですね、焼却場でいろいろと、温度の違いがありますけども、この6つの焼却場があるわけです。でそこのところで、こちらはダイオキシンの実測濃度です。毒性濃度違うんですね。でこちらはニトロ気がついた多摩保護とか炭化水素というのの発電性が強いんですけども、これと比べてみますと、ここは単位がですね、こことこことは 1.8 が1800で1000倍違います、ね、同じ高さで1000倍違うということ でこの焼却場ではダイオキシンがですね、これなんですね、青色、ダイオキシンがだんだんこう減ってきますよね。まあだから性能の焼却の音、ダイオキシンが減ってきます。こちらは増えてくるわけです、ね、増えてきます。ニトロ多管というのは温度が高ければ増えてくる、ね、まあ、窒素酸化物ですけれども、でその時にここで何倍あるかというと、この焼却炉、まあ、質の悪い焼却炉ではダイオキシンに対して 73.8 倍あったわけですね。ところがここに来るとですね、28万倍ダイオキシンに対してこちらの物質が多いという現象になるわけです。ダイオキシンが1個を減らせばこちらが増えると、こういうこと でこういうようなものっていうニトロってつきますけれども、まあ、ちょっと名前だけ覚えていただきまして、こういう廃棄物の焼却したときに、まずその塩化フェノールとか塩化ベンゼン、ダイオキシン類を含む塩素のついた高効毒炭化水素というんですけども、それにこういう塩素のついていろいろと問題になっているものに比べて、塩素のついていないこの変異原性の強い多管方向毒炭化水素は 5から50倍も多く生成している、ね、もうダイオキシン含めて全てのものね、それに比べて多い。そして特にそのPAHS というこの多管保護炭化水素の生成量というのはダイオキシン類に限って比べてみると大体数千倍ぐらいできてくる。それからさらにこの多管保護炭化水素変異性が強いと言いますけども、それよりも圧倒的に強いニトロ多管保護炭化水素の生成量はあまり変わらないというわけですね。それでまあこういうようにこういう焼却場が出てるのは多管保護毒炭化水素、それからニトロ多管保、まあ、これが一番多い。その次は脂肪毒の有機塩素系化合物、それからポリエンカフェノール、ポリエンカフェノールコーナーで、ダイオキシンはここにある位置づけがね、生成量としては発生量としてはここにある、圧倒的にそれよりも多いものがたくさんあるというような現状なんですね。それでもう一つですけども、ごみ焼却場においてその被媒ですね、被媒囚人機で捕まるようなものですね、それから残媒といったら下に行く灰で、そういうものとか混ぜた灰ですね、そういうものでこう金属類を分析されています。で特にこの中でカドミウムという、まあ後で述べていきます、カドミウムというのは
単位は1グラムあたりにマイクログラムという単位なんですね。マイクログラム単位。それでその被害は5ぐらいから2210というですね。で、残灰の方は 0.1 から100というとここ分かると思いますけども、カドミウムというのは頻度なんですね。で、普通そのぐらいだったらなかなか肥大にならないと思われているのが、圧倒的にそこにある肺よりも上に飛んでいく肺の方の濃度が高いんですね。で、クロムも圧倒的に多いですね。それから鉛で、水銀の方はちょっと無機の水銀になってますから、この毒性のことは言わないんですけど、圧倒的にそれは水銀飛びますよね。飛びます。それからニッケルというのも、ニッケルはむしろちょっとこちらの方に多い傾向にありますけれども、ニッケルも雨天がこういう線なのですけれども、ヒ素は飛びやすいですね。そう。とかヒ素なんかここで、750多ければ750マイクログラムというようなものになってきます。後で毒性との関係が出てきますので、いかにこれが問題かという濃度かというですね。で、こういうようにいろんなものが、その他にバリウム、アンチモンっていうところですね、こういうものも9000、高ければ9000となってますね。で、こういうようにいろんなものが出てきているのは、そのどこから出てくるかという話になってくると、やはりもちろんそのいろんな新聞紙の顔料とか、こういう印刷インクもありますけども、こういうプラスチックの中にも先ほど言ったようにこんな金属が含まれておりますよね。こういういろんなものがなければ肺には出てきませんから、その原料となる中で結構重要な意味を持ってくるのがプラスチックということになってくるわけです。それでこういうものの少し毒性ということを見てみます。まずこれダイオキシンの毒性ですけれども、日本は安全な摂取量として1キログラムあたり1日に4ピコグラムというのが基準値になっております。で、ヨーロッパの方はですね、もっと後にですね、2001年に日本が決めたよりも後になって、実際には1週間で14ピコというですね、1日当たりですと2ピコというように、こういう基準値を決めたわけです。で、その後に米国環境省というのは2012年の方に、こういうものを、今のところ、蛍光酸症量というんですけども、0.7 ピコグラムというようなことで決めた。で、これはここの上までのところは、動物実験の結果で決めます。特にお腹にいてる赤ちゃん、これが生まれてきた時の影響ということで、特にほとんどのものはオスに対して非常に影響が大きいというですね、その特に精子の作る能力が少ない、少しメス化してくるとかですね。ところがアメリカの環境保護条例で決めました。これは人間のデータから決めたんですね。特にイタリアのセベソというところ事件がありまして、その時に、9歳ぐらいまでにその時に暴露した人ですね。これがやはり精子のこう動いている元気な精子というのが、普通の人の半分になっているということが言ってですね。もう一つは、その今度はその浴びた時に、特に小さい時とか、それからお腹にいてる時の病況ですけども、そこでこう生まれてきた子供とか、そのいろいろ調べていくとですね、甲状腺の機能が悪いということですね。この2点が非常に有力な証拠となりまして、そして動物よりも人間の方が信頼できるということで、こういう今産業界もいろいろ反対しておりましてですね、このぐらいになってくると食品が難しくなってくるということもありまして、いろいろとまだ問題となって最終的に決定にはなっておりませんけども、一応こういう数字をきちんと出してきたということで、ずっと小さな方向に変わっておりますね。で、ところが
ここにですね、先ほど言いました高野方向毒炭化水素というのはこういうように、いろいろと特に有名なのはベンツピレンというような A ピレンですね。これは自動車の排ガスとかこういうものを含まれています。でもちろん消化病が出てくるこういう多汗方向毒炭化水素の中で、癌のレベルを決めているんですね。でこの中でグループ2という2ですね、これは動物実験では癌を起こすことが確認されております。で人では癌を発症させた証拠が不十分であるということで、動物実験では起こるんだけども人間で実際にそういうことが起こったかどうかということについてはまたちょっと不十分なところがあるので、そんなところを 2B2 というものをつけています。3というのは実験動物ではがんを起こすことが確認されているが人ではがんを発症させた証拠がないということで3というんですね。でこの中でよく出てくるのはこのベンツ A ピレンというこれが 2B というようなもので、ここら辺の方もありますけれども、こういうように、動物実験ではきっちりやって人間ではそういう証拠が不十分というそういう位置づけが、1というのは確率人間に起こすこういう位置づけになって、この多汗方向毒炭化水素についてはまずそこまで言ってないんですけれども、この多汗方向毒炭化水素とですね、それからごみ焼却棒の周りのダイオキンの濃度を比べました。そうしたときにここの単位とここの単位はだいぶ大きさが違いましてですね、で焼却場のそのところ辺に行きますと、ダイオキシンが例えば 8.97 だった多汗方向毒は2500というような、こういうように圧倒的にですね、その近くの提出の中にもこう圧倒的に多汗方向毒体感水素がダイオキシンにも多く存在、これは焼却場から出てきて周りを汚染しているんだろうな、こういうようになってきます。でこういうことで、そのいわゆる多汗方向毒炭化水素もダイオキシンと似たような性質もあるので、そこら辺も毒性で比較した場合にむしろこういう毒性、これもその同じような基盤において毒性を換算する式がありまして、それするとダイオキシンと比べて大体このようにですね、1000倍ぐらい多汗方向毒炭化水素の方が危険ではないかと、こういう計算も出てきます。それからもう一つですね、そのいわゆるここのここら辺はベンツ A ピレンという先ほど言いました多汗方向毒炭化水素の中で一番発がん性が強いと、こういう言われる物質なんですね。でこれがこういう細胞を使って、発がん性を評価するそういう経緯がありまして、ここで、一定量を入れると 2.3 個こういうものが、しかもここら辺は酵素を入れないと、ベンツ A ピレンそのものではダメで代謝したものが発がん性を発揮するというようなね、そういうようなことですけども、このニトロがつきますと、先ほど言ってこの多汗とニトロをついたと同じようにできると言いましたけども、ニトロがつくとですね、これはこのように1450とか、これ何もしなくてもそのまま細胞を遺伝子をどんどん変性していく。でこちらになりますとジニトロピレンとかのと25万個変異、いかにこう強いかで分かりますね。これが今多汗の一番強い、それが先ほど言ったダイオキシンのそれよりも1000倍ほど強くなるんじゃないかと言ってますが、これはもう圧倒的にこう強い、こういうものも出てきます。これは温度を高くすればこの中で量産できてくる、こういうことになります。それでもう一つは臭素のついたダイオキシン類もあるんですね。で臭素のついたダイオキシン類というのは
まあ、こう大北新はこういう異性体の数がありますけれども、圧倒的に塩素と臭素のつくと非常に種類が多くなります。こういうことですね。それでこういうものを色々としてますと、やはりダイオキシン類に比べて、まあ大体 10% ぐらいから 20% ぐらい、まあ、こんな臭素とか塩素のついたダイオキシン類も発生しているということですね。これは先ほど言いました難燃剤とかですね、この臭素のついた化合物、こういうものが入ってくるとこういうものができてくるというようなことになります。で、まあ、こういうようにいろいろとですね、ダイオキシン以外のものもして、もう一度おさらいしますと、まあ、ごみ焼却場から出てくるものの、まあ、相対的な量としましたら、一番目はまあダイオキシン類といわれるもので、まあ、1としましたら、脂肪毒炭化水素ですね、まあ、この中では発がん性があるというそのトリハロメタンという水蔵水のね、あんなによく知られるそういう物質ですけども、これが大体数千から数万倍程度出てる。それから塩化フェノールというのが100から1000倍程度、塩化ベンゼンが100倍、それからポリ塩化ナフタレンが10倍、 PCB がまあ同じぐらい、まあ、塩素のついたものだそうですね。塩素のつい、そしてこの1、ここのとこで脂肪毒のその2番目の方ですね、脂肪毒有塩素系化合物ついたこういうトリハロメタンというような、まあ、いわゆる水道水の塩素のついた化合物で発がん性といわれる、こういうものが中心としてあるわけですね。こういうものがでこの中では、まあ、こういうトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンというのは発がん性があるということでグループ2A に位置づけられているんですね。この2番目の、ね、そういうものもいうことであります。それで少しそこで先ほどダイオキシンによく出てくるこういうものを見ますと、ポリ塩化フェノールというもので、特に3番目にありますように5つ塩素のついたものは発がんリスクはグループ3へ、まあ、動物実験ではがんを起こす、人間ではその証拠ないと言われるようなものですね、ポリ塩化フェノール。それからポリ塩化ベンゼンというものもダイオキシンに比べて100倍程度出てくるんですけども、この中で、まあ、こういうそれぞれ毒性があるんですけども、特に、その中ではこういうまあ、ほとんどが塩素のついた化合物がよく出てきますけども、こういう胎児毒性とか損難があって、毒性自体は少し弱いんですけどね、まあ、こういうおかれ少なかれあります。でこの中で毒塩化ベンゼンというのは過信法といいまして、その中で第一種特定化合物というか、これは輸入も作ってもいかん、こういう物質で、毒塩化ベンゼンというのは塩化ベンの中で特にですね厳しく制御されております。で、まあ、いろいろとそういうもので、まあ、入ってですね、でだけども昇格してたらこのも出てくるということですね。それからポリ塩化ナフタレンというのはこれも100倍程度ダイオキシンが多く出てくるんですけれども、このダイオキシン用の生態作用を示すので、これもダイオキシンに入れようかなと世界的には思われている物質です。で、まあ、ここら辺にありますようにダイオキシンと同じようにですね、いろんな障害を示してくるということです。それから、まあ、PCB というのはダイオキシンと同じ濃度ぐらい出てくるんですけども、これも今も作ってはいけないとかですね、それからアルミニウムしてはいけないということで、今 PCB を分解していかなければならないというようなで、第一種特定化合物に指定されて、発がんリスクはグループ2へということになります。まあ、こういうことで先ほど言いました脂肪毒の塩素の脂肪毒の炭化水素の、まあ、そういうようなトリハロメタンに相当するようなものも発がん性と言われて、まあ、それが圧倒的に多く出ている、そんなものもあるわけですね。
で今度もう一つ金属の方に流していきたいと思います。で金属の方はですね、特に鉛というのは昔から有名な物質でして、これは発がん性がグループ 2B というね、鉛化合物、それから有機の化合物グループ3ということで、いずれにしても動物実験ではこういう発がん性が、そして一般の血液中の濃度というのは5から20マイクログラムぐらいあるね、100ミリリットルの中にあります。それで60マイクログラムで中毒症状が起こると言われております。ちょっと変動があるんですね。で先ほどあのこういうあのここにありましたあのですね、あの鉛が1グラム当たり200から2万6000マイクログラムなんですね。ね、今で先ほど言いました血液中の100ミリリットルに当たり60マイクログラムになると、まあ、中毒症状を起こすというようなものですから、まあ、濃度がいかにね高いか、肺の中にはですね、こういうようなことにもなりますね。それで、まあ、鉛は時々あのローマは滅びたのが鉛の食器を使ってたからじゃないかということですね。毒性やつで女の人はお白いのとかですね、酸化鉛取ってたために皮膚がボロくなってですね、こういう毒性では有名な物質ですね。それでカドミですね、カドミはグループ1になっておりまして、これは人間に発がんで、こういうもので、人の中毒量は 15mg でこういうような量が出てきますけれども、特にあのこういう労働安全衛生の基準とかそういうものが出てきます。ところがあのここの肺の中には先ほど言った5から2200というのは 2mg というんですね。肺 1g の中に 2mg 高いのがあると。でこのはその1立方メートルあたりにその、まあ、こういう労働衛生量では 0.05 ということで、こういう肺が舞い上がるとですね、あの結構そういうね、基準すぐ超えてしまう、まあ、いうことになっていきますけれども、そのクロムというのは、これも有名な、まあ、あのグループ1ですね、まあ、発がん性があって、こういう 花のところでですね、こういうあの中が腐ってくるとかですね、こういうことであの、クロムのことがあのですね、有名で。でまあ、そういう肺のところに水をかけると大体肺は酸化のクロムなんですけどね、これは毒性弱いんです。そこに水をかけますと六化クロムに変わりますから、あのなかなか問題になってきますけども、まあ、こういうようにあの酸化クロムというのはグループ3、それも発がん性あるけども六化とはでね、例えばね人間にも起こっています。こういうところですね、まあ、こういうクロムの致死量というのは50から70ミリグラム体重あたりですね。それからニッケルというのはものすごく、またこれも発がん性がある、ね、ニッケルというのはその発がんリスクグループ1ですから人間にね、まあ、こういうので意外とそのニッケルっていろいろあるようですけども、あのさっき肺の中にもう一度見ていただきました、結構な量が含まれている、まあ、こういうもので。それからヒ素というのは、これはまあ典型的有名な毒殺ですね、昔から使われておりますが、これがグループ1ということで、これもまあ気化しやすいので肺にはたくさんあります。で、こういうようなあの今でも、世界中で起こって、特にあのバングラデシュのそこら辺は今あの地下水にヒ素があってね、大体7000万人ぐらいの人がいろいろその水飲んでて、ヒ素中毒がだいぶ出てきてるとも言われておりましてですね、問題になっているんですけど、昔から江戸時代から、人はあのこう人を殺すためにあのナポレオンも殺されたんじゃないかなということでですね、まあ、そういう物質ですけども、これもあのもう一度その肺の中の脳に出たしましたら結構あります。それからバリウムですね、まあ、先ほどバリウムとかアンチモンもよくその顔料の方にも入ってましたですね。でこういう金属バリウムというこれは公安法で危険物に指定されておりまして、
こういう訪問品の経過時に作用して筋収縮を起こすとかですね、まあ、こういう急性中毒もありまして、いろいろと、それからアンチモンというのを、これは発がん性としてありまして、こういう、ね、まあ、がんでお不思議とこのバリウム、アンチモン、プロモン、ね、こういうニッケル、こんな化合物で顔料ができておりますですね、まあ、こういうようなものになります。それで消化施設における排出規制と排出実態という中で、もう皆さんご存じのように、日本ではもう古い焼却炉がなくなってきてですね、大体こちらの金に相当することが多くて、まあ、大きな焼却炉は 0.1、ナノグラムキリキパリポメントで、小さい焼却炉で、まあ、こういう石とかこうなっておりますけれども、まあ、カナダとかはさらにまた小さくなっておるような傾向です。で、こういうところがあるんですけれども、大王基準はこういう基準がありまして、まあ、比較的ヨーロッパ並みなんですね。ヨーロッパも酸素の濃度が実際は 0.09 という数字になってきますけれども、似ているものです。ところが、この焼却用の規制って何かなと言いましたら、廃棄物焼却用にあるのは硫黄酸化物ですね、媒塵、それから塩素ですね、塩化水素、それから窒素酸化物というのがありまして、その金属類に関しては鉛は鉛と言ったところがあるんですけどね、焼却炉に関しては一切金属類はありませんね、ありません。それでこれはドイツの焼却廃棄物焼却場ではその金属が入っておりましてですね、カドミウム、タリウム、まあ、タリウムってものすごく毒性強い物質ですから、まあ、ちょっとでも人間死んでしまうという、まあ、水銀、その他の重金属ということで、アンチモン、ヒ素、鉛、こういう合計値ですけどね、こういうようなものがあって、で、ダイオキシンの中に、まあ、特にないのが、この金属類ですね。だから、プラスチックを燃やしたときに、当然、排ガスでは測らなくていいですね。で、金属類は高温で燃やすが燃やすほど蒸発します、はい、そうするとそれを冷やして取るとかですね、凝集剤とかあるいは何か吸着しなければいけない。大阪でもその東淀川とかいうところに来たら、やっぱし鉄とかですね、そのものも多いですから飛んできて火が枯れるとかですね、まあ異様にその金属類が排出されますから、当然そんなことが起こっていく。そこのところをどうするかということが一番決め手に、それが今それと多環保力炭化水素、そういうものについてもやっぱり実態調べて、やはりそういうものをですね、高温で燃やせばそれがよく出るということもありましてですね、そういうものをどうするかということになるかな。それからもう一つは、これはベルギーではもう2000年から、ね、年がら年中ですね、大学診を測らなければいけない、ね、で、まあ、365日測ればいいんですけども、タコつくということで、大体こう2週間ずつ貯めてですね、排ガスを2週間ずつ少量貯めて年に26回測ってますね、26回測ってます。で、もちろん2週間貯めて分析出すと約、まあ、1月近くかかるんですけども、そんなんで測っていくと、こういうパーンと高く出るとこがあるわけですね。で、あるいはこんなんで、そうすると、まあ、この基準値がここでは、はるかに超えてしまうというところが起こりましてですね、それで調べていくと、こういうものが原因が不明だったけれども、こんなということは、ここでもこれは2週間ごとの平均ですね。1日だったら、これがもし2日間で出てれば、その2週間もはるかにも高いですね。で、もういろんなものを燃やしていきますから、結果的には1日でも10倍ぐらい違いますね、まあ、そんな状況です。それでここのところでもそうやって調べていくと、これがバグフィルターが取れたためということが分かったんですけどね、まあ、こういうあります、まあ、そういうことで、
日本では年に1回か2回とかねなってますけども、1日でもまあ50倍ぐらいは違っているというのが聴覚疲労の現状でしてですね、まあ、それをどういうように止めていくかという、まあ、ダイオキシンだけの話ではないんですけども、総合的にどうしていくかということで、特にプラスチックの混浊の場合は、まあ、そこに金属類ということを、まあ、やはり規制の中にないので、どうする、ね、金属類が思った以上にですね、毒性が強い、そういう部分、ちょっと時間が来ましたね。